ご視聴ありがとうございます。つーちゃんです。このチャンネルでは、社会福祉士など福祉系資格の取得に向けたコンテンツを発信いたします。この動画だけで独学で合格できるレベルの内容をお送りいたしますので、ぜひご覧になってください。はい。三福祉士資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。社会福祉士資格合格講座2019年過去問の22回目となります。 え今日もですね、高齢者に対する支援と介護保険制度をやっていきたいと思います。えー、2回目ですね。えー、全問題解説期となってます。よろしくお願いします。はい、今回は2019年試験の過去問より、問題が131から135の5問を取り出しています。科目は、えー、高齢者に対する支援と介護保険制度の2回目ですね、えー。この科目は全10回ありますので、2回に分けてお送りいたします。 試験問題文と全選択肢を講師の私、つーちゃんが話します。回答と全ての選択肢の解説をしていますので、聞き流し、流ら聞きで OK なので、学習してくださいね。なぜこの選択肢が正解なのか、×の選択肢はどこが違うのか、何度も聞いて覚えて理解してください。はい、それでは本編いきたいと思います。問題の131です。介護支援専門員の役割に関する次の記述のうち、 適切なものを2つ選びなさい。1、利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設へ紹介を行うものとされている。2、指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、集結した日から5年間保存することが厚生労働省令で定められている。3、 少なくとも、一月に一回、サービス担当者会議を開催しなければならない。四、介護保険サービス以外のサービス等を含む居宅サービス計画を作成することができる。五、訪問看護等の医療サービスが必要と自ら判断した場合には、利用者の同意を得ずに、主治の医師の意見を求めることができる。はい、適切なものを二つ、どれとどれでしょうか。 はい、正解は1と4になります。はい、それでは解説いきたいと思います。1番です。利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設へ紹介を行うものとされているですが、はい、これ、丸ですね。まあ、その通りとなります。ですね。えー、入所を希望されている場合には、紹介を行う。そのままですね。2番です。 指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し集結した日から5年間保存することが厚生労働省令で定められているはいこれ×なんですね、えー、5年間保存ではなく、えー、2年間の保存の義務なんですね、えー、これかなり重要です覚えておいてください、えー、5年間ではな,くないです2年間の保存義務ですねはい、えー、3番 少なくとも、一月に一回、サービス担当者会議を開催しなければならない。はい、これもツですね。えー、サービス担当者会議の開催の頻度については、特に規定はされていないんですね。まあ、一月に一回、えー、やればいいとは思いますが、えー、特にですね、必要ない月はやらなくてもよかったりしますのでね、えー、頻度、開催の頻度は特に規定はされていないということですね。4番です。 介護保険サービス以外のサービス等を含む居宅サービス計画を作成することができる。はい、これ、丸となります。介護保険以外のサービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービスなどの利用も含めて、居宅サービス計画上に位置づけるよう努めなければならないと規定はされています。まあ、要するにですね、えー、介護支援専門員が作るサービス計画は、 いわゆる公的なサービスですね。介護保険内のサービスはもちろん含めて計画作るんですが、それ以外のですね、インフォーマルなサービスも合わせて一緒に計画の中に位置づけないといけませんよっていうことですね。これもかなり重要です。覚えておいてください。5番、訪問看護等の医療サービスが必要と自ら判断した場合には、 利用者の同意を得ずに主治の医師の意見を求めることができる。はい、これツですね、えー。医療サービスの利用を希望している場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て、主治の医師等の意見を求めなければならない。まあ、当然といえば当然ですね。まあ、あの、利用者の同意を得てから主治の医師の意見を求めるですね。覚えておいてください。 132です。介護相談員に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。1、介護相談員派遣等事業の実施主体は都道府県である。2、介護相談員派遣等事業は苦情に至る事態を防止すること及び利用者の日常的な不平不満または疑問に対応して改善の道を探ることを目指すものである。3、 介護相談員の登録は保健、医療、福祉分野の実務経験者であって、その資格を得るための試験に合格したものについて行われる。4. 介護相談員派遣等事業は、介護保険制度における地域支援事業として実施が義務付けられている。5. 介護相談員が必要と判断した場合、相談員の同意がなくても、その相談者に関する情報を市町村等に提供することができる。はい、えー、介護相談員に関することで正しいものを一つどれでしょうか。はい、正解は2となります。はい、それでは解説いきます。1番です。介護相談員派遣等事業の実施主体は都道府県である。ですが、これ罰となります。 実施主体はですね、市町村なんですね。また、市町村は適切な事業運営ができる団体に委託をすることができるとされております。ですから、介護相談員派遣等事業の実施主体は、都道府県ではなく市町村、覚えておいてください。2 介護相談員派遣等事業は苦情に至る事態を防止すること及び利用者の日常的な不平不満または疑問に対応して改善の道を探ることを目指すものである。はい、これは丸となります。まあ、その通りですね。えー、介護相談員派遣等事業の説明はこの通りとなります。3番です。 介護相談員の登録は、保健、医療、福祉分野の実務経験者であって、その資格を得るための試験に合格したものについて行われる。はい、これツですね、えー。一定水準以上の研修を受けたものであって、えー、人格と熱意を有するものとしてますね。えー、ですが、えー、実務経験や、えー、こういったもののね、資格試験の合格しないといけないよっていう規定はない。 ということになります。はい、えー。覚えておいてください。4番。介護相談員派遣等事業は、介護保険制度における地域支援事業として実施が義務付けられている。はい。これも罰となります。地域支援事業の任意事業として実施されており、実施は義務付けではないんですね。えー、介護相談員派遣等事業は任意事業として覚えておいてください。5番。 介護相談員が必要と判断した場合、相談員の同意がなくても、その相談者に関する情報を市町村等に提供することができる。はい、これはツですね。えー、相談員、えー、相談者に関する情報を市町村に提供する際は、その相談者の同意が必要ですね。これは当然といえば当然。まあ、こういったですね、えー、相談者の同意がなくとか、そういった た、あ聞き方をされる選択肢がある場合は、まあ、ま、ツと答えてもらっていいと思います。はい、問題133です。地域包括支援センターに関する介護保険法の規定についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。1、市町村は地域包括支援センターを設置しなければならない。2、地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業に関して、 都道府県が条例で定める基準を遵守しなければならない。3. 地域包括支援センターの設置者もしくはその職員またはこれらの職にあった者は正当な理由なしにその業務に関して知り得た情報あ、知り得た秘密を漏らしてはならない。4. 都道府県は定期的に地域包括支援センターにおける事業の実施状況について評価を行わなければならない。5. 地域包括支援センターの設置者は、自ら実施する事業の質の評価を行うことにより、その事業の質の向上に努めなければならない。はい、えー、地域包括支援センターに関するもので、正しいもの二つどれでしょうか。あですが、えー、正解ですね、えー、米印で解説で詳しく説明します。これはですね、まあ、あの、試験問題に誤りがあったということですね。はい、えー、問題133の解説です。 えー、この問題ですね、3と5が当初正解とされていたんですが、えー、5については、介護保険法において、えー、地域包括支援センターの設置者は自らその実施する事業の質の評価を行うことと、えー、その他必要な措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。 と規定されているんですね。えー、そのため、えー、選択肢とはちょっと違うんですね。だから、誤りである。となりました。まあ、あのー、ここにも書いてるんですが、5、えー、の選択肢では定規の赤字部分ですね。その他必要な措置を講ずることというのと、えー、質の向上を図らなければならない。っていうところが、えー、まあ、法律の文言なんですけれども、選択肢ではこれがないんですね。えー、ですから、 あ問題の133は正しいものを2つ選ぶことができないため、えー、正当なしとなってましてね、えー、全員が正解となりましたということになります。はい、では次行きましょう。はい、問題の134です。老人福祉法に関する次の記述のうち正しいものを1つ選びなさい。1、社会福祉法人は厚生労働大臣の認可を受けて 養養護護老老人人ホホーームムまたは特別養護老人ホームを設置するることができる 2. 有料老人ホームの設置者は、あらかじめその施設を設置しようとする地域の市町村長に法定の事項を届け出なければならない。3. 民生委員は老人福祉法の施行について、市町村長、福祉事務所長、または社会福祉主事の指示に従わなければならない。4. 都道府県は老人福祉施設を設置することができる。5. 国は教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加できる事業の実施に努めなければならない。はい。えー、老人福祉法に関することで正しいもの一つどれでしょうか。はい。正解は4となります。はい。えー、それでは解説いきたいと思います。1番です。 社会福祉法人は厚生労働大臣の認可を受けて、養護老人ホーム、または特別養護老人ホームを設置することができる。ですが、はい、これ罰となります、えー。厚生労働大臣ではなく、都道府県知事の認可を受けるんですね。えー、そうなります。まあ、基本的にですね、えー、と何かこう施設を作るときの認可であったり、えー、届け出、えー、ですね、は、 えー、国とか市町村とかではなくて、都道府県の、都道府県知事の認可を受ける、都道府県に、えー、届け出るっていうのを覚えておいてください。2番です。有料老人ホームの設置者は、あらかじめその施設を設置しようとする地域の市町村長に法定の事項を届け出なければならない。はい、これは罰ですね、えー。市町村長ではなく、都道府県知事に届け出るんですね。 はい、えー、これも一番とまあ似たようなもんですね。えー、届け出事項は基本的には市町村長ではなく都道府県知事と覚えておいてください。3番、民生委員は老人福祉法の施行について市町村長、福祉事務所長または社会福祉主事の指示に従わなければならない。はい、これ罰となります、えー。指示に従うのではなく事務の執行に協力するんですね。 えー、民生委員は指示に従うのではなく事務の執行に協力する。これもですね、細かいんですがね、たまに出ますんでね、ちょっと頭の片隅に入れといてください。4番、都道府県は老人福祉施設を設置することができる。はい、これ丸となります。その通りなんですが、えー、なおですね、えー、老人福祉施設とは、 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターを言うんですね。えー、まあちょっと頭にですね、こう、老人福祉施設って何だろうなっていうところで、これぐらい頭に入れといてください。5番。 国は教養講座、レクリエーション、その他、広く老人が自主的かつ積極的に参加できる事業の実施に努めなければならない。はい、これ、罰ですね、えー。国ではなく地方公共団体の役割となります、えー。基本的にですね、こういった細かい部分のことは国が、まあ、あのー、やらないといけないことではなくなってきまして、えー、大体地方公共団体に降りてきてますんでね、えー、地方公共団体の役割となります。 はい、問題の135です。事例を読んで RC の地域包括支援センターの C 社会福祉士の対応に関する次の記述のうち、現時点で最も適切なものを一つ選びなさい、えー。事例を読んでいきます。D さん、70歳男性は脳梗塞の後遺症で右半身に麻痺があり、軽度の認知症がある。えー、要介護2の認定を受けており、週2回デイサービスを利用している。 この地区の E 民生委員から C 社会福祉に電話があり、えー、林家の人から頻繁に同居の息子 F さん43歳の大声がして D さんのことが心配だという連絡があった。F さんは無職で日中は家にいるが自分は家に入れてもらえないので状況を確認してほしいとのことであったという事例ですね。はい、えー、それでは選択肢を読んでいきます。1番です。 家に他人を入れたくないようなので警察官に同行してもらう。2、隣家の人から様子を心配する電話があり訪問したことを告げて現在の状況を調査する。3、隣家の人に事情を話し変化があったら報告するように頼む。4、虐待に迅速に対応できるよう D さんの保護に必要な居室を確保する。5、 R 氏の虐待防止担当者に通報し、D さんの担当の介護支援専門員、デイサービススタッフ、E 民生委員などと対応を協議する。はい、えー、C 社会福祉の対応で最も現時点で適切なものを一つどれでしょうか。はい、正解は5となります。はい、それでは解説です。1番、家に、家に他人を入れたくないようなので、警察官に同行してもらうですが、×ですね。 え、市町村長は立ち入り調査の際必要があれば警察官の同行を依頼することができるが、え、生命または身体の安全確保に万全を期する場合であって、え、事例の状況はですね、まだこういった状況には該当はしない。ということでですね、え、警察官に同行してもらうというのは今の段階では罰となります。2、え、家の人から様子を心配する電話があり、訪問したことを告げて現在の状況を 調査する。はい。丸っぽいですが、罰なんですね、えー。通報者を特定させるものを漏らしてはならないということでですね。えー、隣の家の人から様子を心配する電話があったよっていうのを、えー、絶対に伝えてはいけませんね。えー、ですから、これは罰となります。3番。隣家の人に事情を話し、えー、変化があったら報告するように頼む。 はい、これも罰となります。え、家の人に対応を委ねるのは適切ではないですね。事実確認を行うとともに、高齢者虐待対応協力者と共対応について協議を行うのがまあ先となりますのでね、えー、これは罰となります。4番、迅速に えー、虐待に迅速に対応できるよう、D さんの保護に必要な居室を確保する。まあ、これもですね、丸っぽいんですが、バですね、えー。保護に必要な居室を確保するのは、生命または身体に重大な危機、危険が生じている恐れがあると認められる場合なんですね。えー、事例の状況はこれにはまだ該当しないということでですね。 え必要な居室をねまあ保護したい気持ちはわかるんですがちょっとまだですね、えー、この段階ではないということでバツです5番 r 氏の虐待防止担当者に通報し d さんの担当の介護支援専門員デイサービススタッフ e 民選委員などと対応を協議するはいこれが丸となります 市町村は地域包括支援センターその他、えー、関係機関、民間団体等との連携体、連携協力体制を整備しなければならないとなります、えー。いつでも迅速に対応できるように配慮しなければならないとなってますのでね。えー、これが丸となります。はい、今回はですね、2019年の過去問の中の問題131から135、高齢者に対する支援と介護保険制度の2ということでやって行い、やりました。 えー、この単元ですね、10問ある中の今回後半の5問を取り上げております。えー、結構ですね、やっぱり重要ですよね。えー、介護保険制度の中の、まあ、結構突っ込んだところも聞いてきますしですね。えーまあ、社会福祉試験ですが、介護保険のことにも通じていないといけません。えー、当然ですね、障害福祉の、えー、障害者総合支援法にも、えー、通じていなければいけないところにもなりますんでね。 えー、まあ、あの、取りこぼしのないように、あの、覚えたものを、あの、ここでですね、えー、あれは何だっけかなっていうふうに思い出して答えてください。まあ、過去問を解くことは社会福祉試験の勉強の王道ですのでね、私の一問一答動画と一緒に、まあ、何度,何度も何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてください。聞き流しやながら聞きてね、結構ですのでね、えー、何度も覚えてくださいね。 はい。それでは社会福祉の講義動画まだまだ出していきますので、今後ともよろしくお願いします。以上です。